プロ野球埼玉西武ライオンズの秋季キャンプが南郷中央公園で始まっています。南郷スタジアムではキャンプの激励が行われ、日南市と協力会より伊勢海老10キロ、宮崎県より宮崎ブランドポーク30キロが球団に贈呈されました。10月から監督に就任したばかりの西口文也監督は息の良い伊勢海老に驚いている様子。キャンプには17年ぶりとなる2桁勝利に貢献した竹内夏樹投手ら9人の若手投手やプロ10年目の外崎修太内野手など選手28人がトレーニングに励んでいます。今シーズンの西武は143試合中49勝、パリーグでは最下位で、選手たちは来シーズンに向けて戦力の底上げをします。新型コロナの影響などで2019年以来5年ぶりとなる西武の南郷秋季キャンプは11月18日まで行われます。